千葉義雄遺跡情報を語る千葉義雄でございますけど何いや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 、あのね、溝口くんね、急に呼び出して申し訳ありませんね。理由がございます。あのね、千葉義雄シャープ43で今シーズンの振り返りをして、その日にね、一緒に僕遺跡情報実は語ってたんですけど、1週間経ったら14日に喋った遺跡情報とだいぶ違う、そこら辺をちょっとバシッと語っとかなきゃいけないんじゃないかと。はい、ということで、あの放出もそうなんですけど、加入の方からねちょっと見ていこうと思うんですけれどもね、ここが14日に撮った時とはね全然状況が違ってて、僕ね、古川選手、杉山選手、鳥海選手、本田光輝選手、これは新規で入ってくる方々です。まあ期待したいんですけども、それよりもね、僕らが嬉しかったのは、14日時点では、熊谷アンドリュー選手が、完全移籍で来てくれたってことはお伝えしようと思ってたんですけど、で、現に情報あったんですよ。はい、で、その時に、為田選手と矢田選手ってどうなるんだろうねって話を実はしていたんですけど、なんと、この度、為田選手、矢田選手が、二人とも、完全移籍で、ジェフに来てくれることになりました。おめでとうございます。ようこそ。本当に熊谷選手は今年いろんなことがありながら、まあ本人はもう忘れたいことだとも思いますし、ちょっと夏場連戦のね最中にね、リーグ戦の最中にちょっといろいろおいたをしまして、何試合か出場停止という処分があったんですけれども、やっぱり見放さなかった。うん、やっぱり監督とかね、クラブとか、そして本人もね、その後出場できるようになってからもう本当にそれを取り戻そうっていう気迫が、出場していた頃よりも復帰後の方が強い気持ちを持ってたので、はい、そんなね、心強い選手が来てくれたら嬉しいじゃないですか。そうですね。ね、しかも為田選手もね、来シーズンやっぱり同一リーグになったアビスパーからの完全移籍となりましたが、やっぱりなかなか福岡で出番がなかったから、同じ監督の井原さんが続投なのであれば、まあうちで続けたいって気持ちが勝ったんでしょうかね。それでもね、移籍入団コメントの時に、たった半年ですけど、もう一回ピッチに立つ喜びを皆さんは教えてくれたと。はい。で、ほんと6ヶ月間だったけれども、このピッチで、福田練習アリーナっていうピッチで、ファンの皆様方、サポーターの皆様方と一緒にサッカーをする喜びをもう一度僕に教えてくれたのがこのクラブです。もう、こういうコメントってさ、何年もいた人しか出なくない。そうですね、半年だけなんです、ね、そう。だからね、来シーズンもこの13番という背番号とともに、はい、皆さんを一つでも笑顔にできるように頑張っていきますと。いやー、心強いじゃないですか。いいなぁ。僕もね、来シーズンもね、この背番号を背負って。はい。勝手にね、高橋選手の背番号を勝手に背負って。勝手に背負って。うん、僕も千葉サポーターに皆さんを一つでも笑顔にできるように頑張っていきます。矢田選手なんですけども、矢田朝日選手は今シーズンのその同じく風間監督で出番がなくて、で、うちにレンタルでね、加入してくれた選手ですけども、この度完全移籍となりまして、はい、特にね、矢田選手はユースの頃からグランパスなんですよ。ああ、じゃあ長いんですね。そう、だから名古屋歴がすごく長い選手が、うちを選んでくれた。で、本人もやってみて、この半年間、はい、本当にこのチームが大好きになりましたと。皆さんよろしくお願いしますと心強い同じようなコメントをですね、為田選手と矢田選手残してくださってたので、これはね、がぜんやる気が出ますよね、我々サポーターね。で、高木選手がこの度入ってくれました。はい、高木選手っていうのはなかなか馴染みがない方もいらっしゃるかと思いますけれども、あまりちょっとわからないですね。そうだね、まあやっぱり溝口からまだ J リーグ自体そんな見てないっていうのも、そう、多いんでね、言うのもなんですけど、山形でね、左サイドバックを主に主戦場としてる選手でございます。ディフェンダーですね。で、高木選手のお父さんは、ビファーレ長崎の高木監督の息子さんです。そうなんですね。はい。アジアの大砲と呼ばれた高木さん。去年はね、確か今シーズンは、山形で左サイドバックだけじゃなくて、怪我とかいろんな事情で、センターバックもこなしておりました。なので、来シーズンセンターバックもしくは、まあ、サイドバック、はい、含めていろいろ活躍してくれるんではなかろうかと。はい、いや、おいでませ、高木選手。山形の監督、木山さんをもってして、一番成長した選手、と言わしめた選手が来てくれたので、はい、まあ、山形のサポーターからすると、ちょっと、おい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 、持ってかないでよ、という気持ちもあるかもしれないけどもね。
まあこれはサッカーでございますからね。あ、そうですよね。うん、まあ逆にうちからしてもうちの選手が別のグループに行くのも同じことですもんね。そうそう、別のチームにね移籍する。特にあのジェフサポーターであれば、古い古参の人間であれば、いろんな選手をね、あのよせ様に持ってかれるっていう経験はすごく豊富なわけです。はい、だからどこよりも選手を引き抜かれてしまう立場を経験しているチームでございますから、引き抜いてしまった分、逆にこっちが誘ってしまって入ってくれた分は、その相手のチームの分まで気持ちを込めて応援するのが礼儀ではなかろうかというところでございますね。本当に高木選手含めてですね、完全席で来てくださった、あと新規で加入してくださった皆様、本当にありがとうございます。来シーズン頑張りましょう。ただ多分ね、まだね、12月22日現在なんで、まだ来ると思いますよ、何人か。ああ、まだこれが全員ってわけじゃないんですか。多分全員じゃないと思う。あの外国籍選手の方とかも来ると思うので、うん、でつい最近入ってきた小島修斗選手、はい、これね、愛媛でキャプテンやってるんです。すごいじゃないですか。今シーズン、マセさんっていう監督が愛媛を率いてましたが、はい、そのマセさんっていう方は君は知らないだろうから、もう一回言っとくけども、千葉よしお本編で言ってるんですけどね、はい、あのオシム監督がジェフで監督としてチームを率いていた頃に、通訳をやっていた方がマセコーチなんですよ。なのでオシムさんを誰よりも知ってるかもしれないっていう方が愛媛で今シーズン頑張ってて、その中でもキャプテンをしていた小島選手がですね、なんと来てくれまして、本当にね、僕正直どんな選手かまでは、あの縦パスがすごく上手いなって印象はあったんですけども、はい、どっちかというと攻撃的なボランチになるのかな。まあこれはもし、いやこういう選手だよっていうのがあったらコメントでいただきたいですけど、ツイッターとかでね、僕に教えてほしいですけれども、はいはいはい、ちょっとこれから今シーズンダゾーンもう一回愛媛の試合とかあるでしょうから、ちょっと見直してみようかなと思いますが、これもね、高木選手同様バリバリその愛媛 FC の主力、はい、しかもキャプテンまでやってくださった方を引き抜いたんであれば、僕らが精一杯引き継いで応援しようかなと。ということで、嬉しいニュースはこんぐらいにしといてだ。放出ですよ。他のチームに期限付き移籍をされていた方もいらっしゃるんですけれどもね、イジヨン選手とかね、あの蒲田マーレ讃岐に期限付き移籍してたんですが、この度ちょっと韓国のチームに戻るというところで、はい、あと小池純喜選手が愛媛 FC に貸しレンタルで出てたんですけども、完全移籍になったので、もう来シーズンからは小池選手が愛媛に、逆にね、小島選手と入れ違いで、でそんなですね、愛媛にですね、うちの岡本雅宏選手、グッピーという愛称でおなじみグッピー、はい、あの岡本雅宏選手、ジェフしかもプロのチームの駅がない、はい、なので今回もう団長の思いでゴールキーパーでございますけれども、まあ、今シーズンオヘイダ選手、山本海人選手、あと何を隠そう佐藤優也選手もいらっしゃった、ポジションでございますので、最激戦区ではございました。そんな中で出場機会がなかったので、愛媛 FC さんの方に行くと、実際多分ね、あのクラブの方からはきっとフロントに入るなり、引退を勧められたっていうよりは、今後どうするんだみたいな話し合いがあった時に、まだ自分はスパイクを脱ぐ自分をイメージできない、サッカー選手であり続けたいということなので、まあ愛媛 FC にレンタル移籍にはなるんですけれどもね、まあもちろん愛媛でもその正ゴールキーパーの座をつかむのは容易なことではないとは思いますけれども、小池選手がねいらっしゃるんでね、きっとね初めての移籍になりますんで、グッピーは、まあそうですね、同じ元々知り合いのね、方が一緒に行くからきっと ね、あの小池さんが愛媛のね、ちょっとやりやすい、多分やりやすいと思いますよ、ね、やりやすいと思います。ただうちの試合にもし出てこようもんなら、クッピーの牙城崩したいな。これはもう真剣勝負だからね。うん。で、あとはね、放出としてね、契約満了でアランダ選手、このどこ行くかまだ分かってないですけど、アランダ先生がいなくなってしまうと、プロに入る前にね、アランダ選手に相談に来たそうですよ、一斉さんは。はい。そしたらもう2時間ぐらいアランダさんがいろいろ語ってくれて、うん、涙したと。そんなね、アランダさんがいたからだよ、みんな。アランダさんがいたから一斉くんが入ってきたわけ。で僕もこのユニフォーム着てるわけ、みんなで言おう、アランダありがとう。はい、でパウイーニョ選手はね、去年から松本に期限付き移籍してましたけど、はい、契約満了といった形でね、松本山賀さんの方に完全移籍することになりまして、ね、移籍金の一つも残さない選手が僕はどうだっていいですよ。はい、で比嘉祐介選手、多田羅篤斗選手が契約満了で、これ次どこのチームにねちょっと行くかまだ分かってないんでハテナなんですけども、はい、まあちょっと比嘉選手といったらやっぱキャラクターがいいですし、多田羅選手もストイックな田田選手ね、ここらいいですね、ね、企業がお似合いですね。そう、2人ともね本当に特徴的だし、両方ともディフェンダーではあるんですけどね、サイドの主戦場にする比嘉さんとセンターバックとかボランチもねやってた田田選手、特にこの年はアンカーなんかねいきなりやらされてね、そつなくこなしてた本当にストイックな選手だなってイメージがありました。そして大久保選手がですね、今シーズンをもって、まあ、ジェフを最後に、まあ、引退をすると。
33歳。まあ貴重なね、東京ヴェルディ戦では同点ゴールだったりとか、あとはあの他の試合でもクローザーとして終盤は活躍してくださいました。大久保選手ね、あのこれからも市船出身なので、確か、あ、そうなんですね、はい、千葉にゆかりがある選手なので、これ今後もね、あのジェフ千葉ともにいろんなところでご活躍をされるかと思いますので、はい、第二の人生も頑張っていただいて、そこにジェフがもし携わっていたら僕らも全力で、ね、応援していこうと思いますんで、はい、はい、第二の人生頑張ってください。お疲れ様でしたと。お疲れ様でした、本当お疲れ様だよね、はい、で千葉義雄は現役です。来シーズンも千葉義雄は千葉義雄としてやってきます。本当ですか。やってきます、はい、で今後どうなるのっていう選手が何人かいて、阿部翔平選手っていうのが甲府にレンタル移籍中、吉田真希人選手が町田 FC、 町田ゼルビア FC にレンタル移籍中で、浦田樹選手がギラバンツ北九州 J3 のね、はい、ギラバンツ北九州にレンタル移籍中ということで、どうなるんだろうなぁとは思ってますけど、阿部翔平選手はきっと甲府に行くんじゃねえかなと。で吉田選手は去年、今年2017年の途中から町田ゼルビアさんの方にちょっとご厄介になって得点も取ってというところで、はい、で多分ね、町田ゼルビアが豊島選手が移籍したんですよ確か、同じくフォワードの、だからもしかしたらこのまま完全移籍もしくはレンタル延長で町田ゼルビアさんがちょっと残ってくれないかって声かけてる最中なんじゃないかな。でも僕はね、すごくジェフ愛がある選手なので、できれば戻ってきてほしいなと思いますけどもね。そして浦田樹選手、アンダー20の代表でございます。まだまだ若い選手なので、もっともっとジェフにね貢献してくれると嬉しいなと思うのですが、ですが、同じポジションの左サイドバックに主戦場を置く高木選手が獲得されたということはどうなるのかなというところでしょうかね。まあこの3人に関しては本当に、しかも阿部さんも、阿部翔平選手も左サイドバックの選手なので、おそらくまあちょっと左サイドバックがごちゃごちゃしてきちゃってるんでね。多いですね。くしくもこれみんなレフティーです。レフティー。